Thank you.
られる。ワンツーバyou
私たちがトヨスピットで披露した曲です。聴いてください。Go!
そうですよ、わかりました。さあ、ということで、今披露した曲はですね、トヨスピットで初めて披露した新曲、奇跡でした。ありがとうございます。ありがとうございます。どう、ね、どう今日2回目だもんね。そうなんです、実はそのワンマンで初披露して以来の、そうだね、いや、もうだからワンマン以来のね、曲なんですけれども、よくない？めっちゃいい。いや、その今までの TA 女子にこういう曲がなかったからこそ、なんかもう私も初めて曲いただいた時に泣いたもん、ガチで。泣いてたね。泣いて連絡したら、良すぎませんっていう歌詞含め。そうなの、めちゃくちゃいいですよね。でもこれからね、またこの曲も大切に歌っていく楽曲なので、増えましたね。そう、奇跡、ぜひ、愛していただければなと思います。よろしくお願いします。いろんな発表もあったと思うんですけども、ね、まずは、ツアーです、ツアー、やったー、ツアー、やったー、言ってたのかね、ツアーっていう言葉、ツアーって言葉に憧れてた、意外と言ってもらって、伊藤ツアーかなとか名前に言ってもらえれば、分かった、分かった、止めて、そこは、やだ、私たち今ね、ツアーやってます、やってます、しかも、ツアー途中です。言いたいだけ、言いたいだけ、ツアー途中です。で、今キーでしょ、この間キーやったでしょ、うん、キショーってなるでしょ、はい、ツアー途中なんですよ。ああ、そうなんですか。あ、そう、ファーストってね、父が1日言ってるんですけど、私はツアー途中です。あの、ちょっと待って、セカンド、ちょっと待ってよ、そのグループの中でさ、意見に相違があるのやめてもらっていいですか。困っちゃう、まだツアー始まってないからね。これから、ツアーはこれからですからね、皆さん安心してください。1人だけなんでね、始まってんのは。ということで、もう来月7月にはまず、横浜のサウザンドクラブ、はい、そして10月に、川崎、そして1月、来年ですね、来年の1月に T 女子実は結成10周年を迎えるんですけれども、その10周年アニバーサリーということで、ゼップ新宿で単独公演決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しい。もうゼップ新宿ができた時から絶対出たいと思ってたんで、ゼップ新宿みたいなワンマンとかさ、そうそうそう、発表されてる中でさ、そうそうそう、 TA 女子もやりたいなって思ってたら、ほんとに思う、あらわ、一瞬もね、綺麗にできちゃうっていうね、嬉しい、ありがとうございます。ワンマンのおかげだね。ということで、はい、もう早速7月1日の方のワンマンのチケットは発売開始になってますんで、はい、ファースト、セカンド、そしてファイナルと全て遊びに来ていただきたいなと思います。お目指したいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。持ってます。そしてもう一つ重大発表ございました。はい、なんとですね、 TA 女子新メンバーが加入します。やった。あそこにいるんじゃね。そう、あの、実は今日いるんだよね。そう、実は、ああ、実はできてんのよ。いや、しかもさ、あのエリちゃんに関してはさ、新メンバーでいいんだよ。そうだよ、どっちに下げて戻ってきてんだよって感じだよなと思って。マジで何やれ。じゃあ今日は物販でバシバシ払われてもらおうかな。私はまだ手に待ってますからね。これは生誕の、そうだね、数週間前、数週間もない、何日か前にやめやがって。そう、ちょっとね、これ分かんない方もいると思うんですけど、次ね、7月に新メンバーで加入する山口恵里さん、実は元 TA 女子のメンバーで、しかもリーダーだったんですよ。そうなんですよ。そうだよ、エリちゃん、そんなやつが、いや、もうあれだね、うちやでコキ使っていくしかない。そうだね、一キャラ頑張れよ、お前は。ね、一緒に頑張ろう。お姉ちゃんに言ってる。ほっちゃん、そうよ、もういろいろ説明もよしかない、いろいろ説明姉だからね。そう、私の
本物のあれなんですよ。そうなんです。みんな知ってるか、知ってるかな。そうで、まあ本当今日はスタッフさんがねちょっと体調不良でいないから、もう普通にシンプルに今日スタッフとしてもう働いてもらう感じなんで、マジで働く、頼むよ、頼むよ、よろしくね、よろしく。で、あともう一人ねいるんですけど、本当はおにぎりよっていう、なんて名前だったよ、おにぎりさん、名前です、おにぎりさん、おにぎりさんもちょっと体調不良で、そうなんですよ、大丈夫だ、弱ちいな、小さくせに、でかいくせに、おなちいな、ごめんなさい、やる気あるのか、あいつやる気はあるだろう、あるから来たんだよ、今日だってめっちゃ出たいなって言ってたけど、痛いなみたいな、そうよ、でもみんなも気をつけてね、体調不良、気をつけてください、体調不良流行ってるからね、本当気をつけてね、本当に気をつけてください、大丈夫今、大丈夫、大丈夫、元気そうだね、そう、で、ね、そのエリちゃんとリオちゃんを迎えて7人体制のライブっていうのがさっき話した、ツアーファーストで、お披露目になります。はい、ということで7月1日の単独公演は、新体制お披露目公演ということで、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、楽しみだな。なんだけど、そうさっきもう一個告知が出てて、実はその7月1日のお披露目公演の前に、対バンイベントに出演するんですよ。そうです、しかもそれも会場が同じサウザンドクラブっていうね。そうなんです。しかもさ、メンツがさ、ラスカルさんと、メルマルさんと、カンナギさんと、レスミーと、ワンザイさん、仲いい、めちゃめちゃ楽しみすぎて、もう個人的にはどうよ、身内で固めた感すごいもん、めっちゃ楽しみすぎて、もうバキに行きたいなと思ってる全部見たいよね、全部見たい、楽しみ。でもしかもね、ありがたいことにそれアイドルライブジャパンさんの対バンなんですけど、T 女子よく出演させていただいてるアイドルライブジャパンさんで冠をねいただいてます、お名前、T 女子5人体制ラスト公演っていうの、すごい嬉しいね、タイトルに入ってんのも、そう、すごい。ってことはね、7月1日まずこうお昼の時間帯に5人体制ラストをやって、夜に7人体制になるっていう、うちらの脳がヤバくなるやつ、え、そうだよ、あ、そうだよね、今結構レッスンやってるけど、はい、本当に割と頭バグってるから、ね、なんなら今日もやってきたし、そうなんです、マジで7人バージョン直前まで5人やるってことだもんね、そうですよ、頑張ろう、ね、頑張っていきましょうね、みんな遊びに来てね、本当に、ということで、ね、改めてこうツアーもそうですし新体制も皆さんよろしくお願いいたします。長くなっちゃったね、MC 喋りすぎましたけれども、立ち上がった、立ち上がっていいよ、さあということで T 女子の新時代